中部国際空港によりますと、今日から来月6日までの10日間に中部空港から出国する便を予約している人はおよそ5万人で、去年のおよそ 1.8 倍に増えています。今日が国際線の出発のピークで、チェックインカウンターの前には長い列ができていました。行き先で最も多いのは台湾、香港で、韓国、東南アジアが続いています。香港にディズニーランドに行ってきます。円安とか気になりませんか？気になります。すごく気になりますけど、まあね、ちょっとずっとコロナで行けてなかったから。帰国のピークは来月6日の見込みです。